こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日は霧島天然水、肌にカビにシリカシリカ、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。美と健康を考え、希少ミネラルシリカの濃さに着目した九州霧島連山の天然水、そう書いてますね。ですね、採水地は宮崎県小林市、販売者がオンガネジャパン株式会社ですね。私、宮崎県小林市を実際訪れた経験があります。私の住む東京とは全く違う雰囲気のとても自然の多い地域でですね、ここならまあいい水が出て当たり前だろうっていうぐらいの、素晴らしいところでした。もう本当にもう一回行きたいなと、帰るのがちょっと惜しいなというぐらいですね、いいところでしたね。私のようにですね、こう採水地を訪れるという活動をですね、皆さんにもぜひやってほしいんですね。もちろん無理をする必要はありませんけども、できる範囲でやってほしいです。例えば工場見学とか採水井戸見学ができなくてもですね、その地を訪問して、雰囲気を知るというだけで水に対する理解度とか愛情っていうのは高まると思います。そして高度がですね、130っていうのはですね、国産の中ではまあ高めですけども、癖もないですし、とてもまろやかな口当たりで飲みやすかったです。ただ私はですね、超硬水でも全く苦にせず飲めるので、そこら辺は味の方はですね、個々に違いがありまして、私が美味しいからといって美味しいとは限りませんから、皆さんが飲んで判断してくださるといいと思います。希少成分であるですね、サルフェートとかバナジウムなんかも入っていますんで、これ1本飲み続ければですね、もしかしたらいい効能が、体に出るかもしれません。ただですね、もちろん薬ではありませんし、これ1本飲んだだけでは何もなりません。効けばいいんじゃないかなっていうですね、小さな期待を持って、全く効かなくてもですね、後悔しないで、飲み続けるのであれば、もしかしたらですけども、何かしらの良い反応が現れるのかもしれませんね。効くって言ったらこれね、薬事法違反になっちゃいますからね、そこら辺余計なことは言わずにですね、長く飲み続けたらもしかしたらいいことがあるのかもしれませんし、全く効かないのかもしれません。ただですね、全く効かなかったとしてもですね、水をこまめに飲む習慣をつけるっていうこと自体が体には良いことなので、結果的にはプラスになると思います。そしてシリカですね。このラベ、製品名にもなっているシリカ。シリカがたくさん含まれているということで、大々的に書かれています。シリカというのは美容成分でありますから、最近ですね、一昨年ぐらいからですね、取り上げられることが多くてですね、女性誌とか美容誌なんかにもですね、結構載ったりしています。注目の成分です。今年も注目の成分です。ですね、ぜひ、こういう製品は一回手に入れてですね、飲んでほしいんですけども、私がこれを手に入れたのは山口県内です。もし他の地域で手に入れられないようで、興味がある方はですね、通販に頼るのも悪くないと思います。一度飲んでですね、自分なりの判断をして、気に入れば長く飲み続けてほしいなと思います。よろしくお願いします。